はい、皆さんこんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、レノファはアウェーで鹿児島ユナイテッドさんと戦いました。薩長ダービーです。5年ぶりの薩長ダービー。さあ、そしてちょっと私の部屋が若干模様替え配置替えしました。結構ね、多くのサポーターの方が鹿児島ということで行かれてますね。応援よろしくお願いします。今日は31度あるらしいですね。まあ暑いですね。暑さに気をつけて頑張ってください。さあ、スコアです。2対0でいきます。さあ、ゴールデンウィーク勝ちましょう。ゴールデンウィークじゃなくても勝ちましょう。おしまい、来たかった。現地に行かれた方が写真を提供いただきましたので、合わせてお楽しみください。じゃあどうぞ。これはサポーターさんおすすめの塩しゃぶしゃぶですね。鹿児島の黒豚はとても美味しいです。そして調味料も豊富ですね。桜島小みかん、すごい。これが鹿児島のマスコットのユナイクさんです。薩摩犬がモデルだそうです。こう頭に傘かぶってるとこは可愛いですね。あ、ラッピングした車もあります。そしてこの方はアテンドをされているユナイクお姉さんですね。おー、そして我らのレノ丸くんを持って写真撮影していただきました。ありがとうございます。こちらはレノファがキャンプを張っている薩摩町の薩摩くんですね。お世話になっております。そしてこれはジャンボ餅。このタレが砂糖醤油のタレだそうで、鹿児島では古くから親しまれている料理だそうです。創業140年を超える店が出されていました。これは公式さんのホームページから画像をお借りしました。奄美大島の鶏飯なんかもあるんですね。種類が豊富だし、お店の方の顔がわかるのもいいですね。この日は田中航選手がスタメン、米澤礼選手は残念ながらベンチ外でした。そして危ない場面もありましたが、見事遠征で勝利、勝ち点3を持ち帰れました。鹿児島には負けられない、教えてやれ維新の誇り。いいクロスだったんですけどね。イエーイ。オッケー。おお、これは良い。うわあ。おさ。抑えじゃないか。それよ、それよ、それだよ。おぉ、後半が終わりました。1対0です。何でもレノファ側は500人以上の観客の方が来てらっしゃる。おぉ、大歓声、楽しい。さあ、その大歓声に支えられ、1対0で前半を折り返しました。いや、いいですね。なかなかね、チャンスも作れてますし、この調子で後半も頑張ってほしいものです。頑張れ、レノファ山口。けっけです。よしよし、勝てばいいんだ、勝てば。やりました、僅差で勝利、おめでとうございます。そしてこの試合の MGP ですが、梅木翼選手です。おめでとうございます。はい、見事な先制ゴール。ストライカーらしい、こうスカッとするゴールでしたね。途中交代になりましたが、これからも頑張ってほしいものです。梅木翼、奪いゴール、大きな翼で夢羽ばたけ。行かれてた皆さんが鹿児島のスタジアムグルメを絶賛されてました。いやーね、一回ね、鹿児島行ってみたいですね。焼酎が100円、いろいろなんかスタグルも充実しているようでして、予約もできるみたいですね。いや、素晴らしいですね。そしてレノファ、この日の勝利で順位が6位、6位までまた上がりました。いや、まだまだ大混戦ですけどね。それでもね、やっぱり6位っていうのはね、とてもポジティブに考えます。昨年レノファと同じく残留争いに巻き込まれた岩城さんが5位と、まだね、混戦の J2 リーグとなっています。さあ、まあね、楽な試合は一つもないと思いますが、これからも上位に食らいついていってほしいものです。そしてレノファは次節は、金曜日に、アウェーでベガルタ仙台さんと戦います。ベガルタ仙台さんも、森山芳郎監督になってから手強いチームに、さらに手強くなった印象です。さあ、ゴールデンウィーク、
連勝と言ってほしいところです。頑張れルパイマグチ。そして新加入選手の発表が、186センチのディフェンダー峰田優也選手、大阪体育大学のご出身、背番号は49番と菊池隆歩選手のような活躍を期待したいと思います。先日久しぶりに周防大島に遊びに行ってきました。またどこかのタイミングで動画上げれたらいいなと思います。時間の流れがゆったりしていて充実した休みになりました。